長く大事に使えるものっていうのを紹介するっていうのをずっと心がけていまして、うちポロサスのですねカバンをやりまして、その美しさ、形の美しさっていうのはナンバーワンだとされていて、最もクロコダイルの中では革のトップオブトップ。今後ですねそのポロサス使って、これね自動車のスマートキーケースです。 NATO に関してはですね新色ですね、はい、こちらネイビー、赤、グリーンとこの3色がこんにちは、進藤です。いつもご視聴ありがとうございます。登録と高評価をよろしくお願いします。一生ものっていうこと。一生ものっていうか、長く大事に使えるものっていうのを紹介するっていうのをずっと心がけていまして、その代表的なものっていうのは僕小物だと思ってるんですね。僕は財布に関してはちょこちょこ変えます。大体3年に1回ぐらい変えるようにして、それは僕の習慣で綺麗にしてたいっていうのが常にあるので、タイミングあるごとに変えるっていうのがお財布ですね。で、それ以外やっぱりスタイリッシュに見えるっていうスタイリングをするには、僕は小物の役割ってむちゃくちゃ重要だと思ってて、もちろんこう異性同性からの印象もいい、素敵なもの持ってるなと思ってもらえるっていうので、かなり鍵になると思うんですよ。で、前々から僕ずっとベルトの重要性みたいなことだったり、その品質のことだったりっていうのに語る動画はいくつかやってるし、ことあるごとにそういう話をするんですけれども、じゃあなんで片押しを使わへんねんっていうのにもすごい理由があって、これは片押しを良しとする方の否定をするわけじゃないんですけれども、僕はわざわざあれは動物のフェイクですから、フェイクを使うのであれば本来のカーフだったり動物の持っている素材の良さっていうのを使う方が僕はいいと思っているので、僕は片押しをしないっていうのがまず第一。じゃあ素材本来の魅力だったり力を引き出して、それの魅力を味わう方がその素材の良さを本当に味わえると思ってるから、片押しが嫌いっていうのが一つと、もう一つは素材が片押しっていうのはわざわざそうじゃないものをそれ風に見せるっていうのは、なんか僕は偽物に使ってるみたいで、まず自分騙して人騙してるみたいな、そんな気になるから、僕はフェイクだったりスタンプ動画嫌いやっていうので、ちょっとお値段は張りますけれどもリアルのもので本物を人に提供したいっていう、そういうポリシーから、僕はこのスタンプじゃなくてリアルのクロコダイルを取り扱うっていうことをしています。クロコダイル自体はですね、国内のタンナーさんでなめしたものなんですけれども、どれだけの質感が良くていいものを使ってるかっていうのをやるのに、うちポロサスのですねカバンをやりまして、この辺にボンボンと出てきますけれども、これ以前も紹介したザ・ソウルのカバンリベロっていうミニトートなんですけれども、そのミニトートのクロコダイルのポロサス版っていうのを作りました。ちょうど私どものオンラインサイトが1周年になるぐらいなんですけれども、その周年記念っていうことではないんですけれども、やっぱりクロコダイルのいいものを扱っているっていうことを皆さんに見ていただきたいし、実際にこういう素晴らしい贅沢に使った素材のカバンっていうのは僕も取り扱いたかったし、お客様に提供したいっていう気持ちがあって、ちょっとお値段自体は張ってしまいましたけれども、クロコダイルのこれ一枚一枚カバン作る時は自分の目で見に行ってます。で、自分の目で見に行って、自分がいいと思った革を買わしていただいて、それは傷だったり雰囲気だったり全体の負のバランスだったりっていうのをカバンそれぞれに合わせて自分で見に行くんですけれども、ベストなサイズでほぼ柄が合うように2枚買いました。これは一番いい箇所だけカットして使う、負のサイズを完璧に揃えるっていうところで、そういったことを意識して作った、贅沢に作ったクロコダイルポロサスの革ですね。ポロサスって何やって言ったらね、寄水域に住むクロコダイルなんですけれども、非常に獰猛で危険だって言われてるんですけれども、その反面負の揃い方だったり負の美しさ、形の美しさっていうのはナンバーワンだとされていて、最もクロコダイルの中では高価だとされている革のトップオブトップ、一番クオリティの高いクロコダイルっていうのがポロサスで、このポロサスを使ったのがうちのザ・ソウルのカバンです。そのポロサスを使って実際に他何作ってんねんって言うたら、ポロサスのカバンだけじゃなくてですね、実は途中からですね、うちベルトももう言ってなかったんですけども、全部ポロサスに変えてるんですよ。ポロサス自体はやっぱり品質もいいし、負の形も綺麗から、どうせ買うんやったらええやつしてもらう。例えば僕はすごい苦手なんですけれども、カイマンっていうワニがいて、これクロコダイルって法的にも読んじゃダメなんですけれども、ワニとは呼べるんですけど、それはちょっと表面に硬化した部分があってパキパキしてたり、マットになめしても綺麗にならなかった。僕は個人的にはその表面感っていうのは好きじゃないし、それをクロコダイルと称して売ってるのってすごいあるんですけれども、ベルトとしては僕はあんまり好きじゃないし、長いこと使った時に割れるみたいなことがあって、でもアリゲーターはアリゲーターで綺麗なんですけども、僕の個人的な思考としてはポロサスの方が綺麗っていうので、まあベルトもそっちをポロサスにしようかというような感じで、このポロサスのカバンっていうのをやりました。他ですね、今後ちょっと出てくるもので、あ、忘れてた。ちょっと席外しますね。今後ですね、そのポロサス使って何やんねんって言われた時にですね、これを作ってまして、これね、自動車のスマートキーケースです。これクロコダイルでジップになっていて、ここに中にチェーンついてるんですけれども、この中に車のスマートキーつけて、ここに他の鍵をつけて、ここはパンツのベルトループにつけていただいたりできるタイプなんですけれども、表をポロサス、内側をシュランケンにしました。これヒマラヤっていうタイプもあるんで、ヒマラヤに関してはナイルクロコ使ってます。基本的にポロサスとナイルで作っているっていうのが、このザ・ソウルのこのクロコダイルの何ケースって言うか、スマートキーケースで、ジップの部分もですね、本当に高いブランドも作っている金具屋さんにですね、一つ一つ綺麗に仕上げてもらった真鍮製のスペシャルジップっていうのをつけました。このジップでクロコダイルで細かい角の仕上げだったり、ステッチが斜めに入ってるとか、内側がシュランケンカーフになってるとか、これは作り自体はこだわって作りました。たくさん色をやりましたので、これはまあ近日発売になるんかな、またデルデル詐欺って言われるんですけど、まあ、こういうのもやりました。で、他何やってるんかって言われたらね、実は時計のベルト、 NATO ストラップ、これはナイルとポロサスとものによってちょっと変わってるんですけれども、 NATO に関してはですね、黒焦げ茶がすでに売られてますけれども、新色ですね、スペシャルカラーとして、はい、こちらネイビー、赤、グリーンと、この3色がスペシャルバージョンとしてマスタープランのオフィシャルストアで取り扱われることになりました。これ自体はですね、ファッションに合わせて変えていただくとか、時計に合わせて変えていただくとか、いろんな方法論があると思いますし、 NATO ストラップ自体の魅力としては、オーソドックスな色だけじゃなくて、本来はグレーと黒のストライプのものが一番オーソドックスなやつだったと言われてるんですけれども、そうじゃなくて、例えば今だと赤があったり青があったりっていうところに対応するというか、ファッションの楽しみの一つになると思うし、そういったカラードのクロコダイルの NATO ってほとんど売ってないと思うから、面白そうやからやったろうと思って、そういう色をやりました。もちろん夏に向けていいとかっていう人もいると思うんですけど、僕は実際に自分の時計につけた上で、いろんなファッションに楽しみたいと思ってますし、時計のパーツが青とか赤が入ってる、多分僕自分で持ってる時計の時は今日してるやつそうなんですけども、まあ、これにちょっとつけてみましょう。これ GFT マスターのここの赤を拾って赤を合わすとか、青を拾って青を合わすとか、そういったことができればすごく洒落た感じになるなっていうので、こういったものを作りました。これは例えば僕は真っ黒なフェイスのやつにコントラストとしてこういうものをつけるのもいいと思いますし、相当いろいろ楽しんでいただけると思うので、ぜひですね、この NATO ブレスも、これちょっと数がそんなにないので、次生産いつになるかわからないですけど、気になったら先に買っといていただいてもいいかな。ちょこちょこ追加はしていくつもりにしてます。革の仕入れによって全部変えようと思ってますので、ぜひそちらの方も見ていただければと思います。まあ、なんでこいつクロコダイルクロコダイルクロコダイルってこいつ言うんやっていうのは、僕はやっぱり革の王様だと思ってますし、最も高価な革っていうことと、あとは実はクロコダイルの革自体に耐久性がものすごくあるし、あとは手入れがほとんど不要なんですよ。動物としてやっぱり、なんで希少なんかって言われると、傷がつきやすい、要するに気性が荒い動物やから、動物同士で喧嘩するから、お腹に傷がついてたり、あとは天然で生きてたり、お腹が擦れて怪我するとか、いろんなことがあって、クロコダイル自体は怪我することが多いんですね。なのでそれを保護するためにというか、ガードするために、皮自体の繊維密度がものすごいしっかりしてるんで、象側より下手したら強いんじゃ、象側もものすごい強いし、オーストリッチも強いんですけども、クロコダイルはすごく繊維密度が強くて頑丈な皮であることは間違いないです。なので長く使っていただくのにふさわしいですし、私どもで使っていただいているクロコダイルに関してはマット仕上げのものがほとんどなので、マットで使ってるとすごくいい雰囲気になってきて、使って傷がついたことさえも味になるようなところがありますので、これは長く使えるだろうというようなところで、こういったものを紹介させていただいてます。カーフとか牛革とかっていうのはないんですかっていう声をたまに僕のとこあるんですけれども、牛革に関しても実際に今私の方ではリサーチしてます。で、どうせやるんやったら他もやらないようなトッププクラスの川を探したいっていうので今実際に探してますので、ちょっとどこでご紹介できるか、このリサーチだったりいろんなところのバランスを取らないとダメな、あと値段バランス合わさんとその値段で買えるマックスのものは何やないとかっていうことを考えながら素材自体は探してますので、そちらの方が見つかっていいなと思いましたらまた商品を今後展開していきたいなというふうなことを思ってます。ですから本物に手を抜かないでください。小物手抜いたらね、ファクション好きな方と物が分かる方が見ると、あそこだけなんかすごくファッション全体のコーディネートいいのに安っぽいなとかっていうような見え方って絶対するんで、意外とそういうことって男性よりそういったことに興味のない女性の方が見てたりするケースはあるんで、是非ですね小物に手を抜かずにいいものを使われてはどうでしょうかというですね、本当に細かい、なかなか伝わりにくいですけれども誰も話さない小物の大切さをちょっと話してみた、そういう動画でした。皆さんご視聴ありがとうございました。登録と高評価をよろしくお願いします。今後ですねまたオンラインサロンで新しい商品の情報等も公開してます。オンラインサロンの方ではですねどういった作りになってるとか、そのストーリーだったり、あとは買っていただいた時に割引するテンパークーポンっていうのをつけてます。ちょっと買い高いかもしれないですけど、要さん買い物する人は割引クーポンの代わりに使っていただいても全然結構だと思っておりますし、1回入ったら2ヶ月間使えるクーポンを発行してますから、そちらの方に入ってお買い物されてもいいかと思います。詳しくはですね概要欄の方からリンクを載せておきますので、そちらの方に飛んでいただければと思います。またいろんなイベント等しますので、ぜひ皆さんお越しいただければと思います。ご視聴ありがとうございました。